はテルジーチャンネルテルです、今ねベスト電機行ったんですね。ソニーのね Bluetooth イヤホン、ロングバッテリー最大15時間の音楽再生が可能ってことですね。首元に柔らかくフィットするケーブル、優れた携帯性、絡まりにくいフラットケーブル採用、丸めてコンパクトに持ち運び可能、デザイン光沢のあるメタリックカラーのハウジングということでね。マイク内蔵、はい、ちょっと開けてみたいと思います。保証書ですね。取説、 USB の充電器、充電ケーブル、これが本体です。出してみましょう。こういう感じです。こうです。いいですね。マイクも内蔵してるんですよね、これ。そしてここにも耳の穴に合うようにね、いろんなあの耳の形状に合うようにいくつか入ってますね、ゴムが。1,2,3,4 つ入ってます。4種類出ます。はい、これはねもう一つ買ってきたんですね。100円ショップに売ってるんですよね、これ。ベスト電機の中に100円ショップが入ってるんですよ、奥の方にね。その100円ショップで買ってきたんですけど、スマートフォンホルダーってね、置くだけでスマホの大きさに自動調節ってことでね。とこれこういったやつですね。でこれ自由に動くんですよね。ここにつけました。ここに重りがかかると この横が閉まるんですね。こういう感じで、これを上から刺します。この重りがかかるとこの上の横のやつがこういうふうにね閉まるんですよね。わかりますかね。はい、こういう感じです。こうですね。まあなんといっても100円ですからね、こんなもんでしょう。はい、そういうわけでね、今日は100円ショップに行ったらこういうのが売っていたというお話でございましたね。どこまで通用するのかね、これがね。走ってるうちにボトンと落ちたりしてね。はい、そういうことで今日はスマホホルダー100円のやつが売っていたというお話でした。
ではまたお会いしましょう。さよなら。バイ。